こんにちは、ビリジェンの田中です。今回はストレッチと筋出力のお話をしたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、一度ご確認ください。以前ベンチプレスを行う前にやっておきたいストレッチについて解説をしたのですが、これについてですね、結構いいコメントが寄せられていたので、それについてね、私なりの考え方をお話ししたいと思います。いただいたコメントはですね、ストレッチをやることで筋肉の出力が落ちる、最大筋力が落ちるので、トレーニング前にはストレッチをやりすぎない方がいいんじゃないかという意見がありました。でこれはですね、すごい鋭い指摘というか、勉強されてる方だなというふうに感じました。で確かにストレッチをすることで最大筋力、最大出力は落ちます。でかつ静的ストレッチですね、ゆっくりやって長時間かけて行うようなストレッチは、柔軟性の獲得にはねすごい効果的なんですが、その日のうちの最大出力においてはどうかっていうと、やはりそこは下がると思います。じゃあどう考えてトレーニング前とかのストレッチをやってるかっていうところの考え方をお話したいと思うんですけど、これはですね、怪我しないっていうのと、柔軟性がないところで行うことのデメリットを考えた場合に、最大筋力が多少落ちても怪我をするリスクの方を大きく評価して、やはり怪我をしないことを優先した考え方になって、ストレッチはしっかりやるっていう考え方になってます。柔軟性が不足しているとどういうところで怪我が起きるのかっていうところで言うとですね、例えばベンチプレスであれば背中が硬くて胸が張れないとかですね、大胸筋がそもそも硬くて肩がちょっと前に入っているような状態っていう状態、このまま最大筋力を優先して、最大出力を優先してトレーニングする、確かに力は出るんですけど、例えば筋肉が硬くて本来はベンチプレスをやるのに10ぐらい柔軟性が必要だっていう時に6ぐらいしか柔軟性がなければ、残りの足りない部分っていうのは重りによって無理やり引き伸ばされていく状態になります。またはある部分の柔軟性が足りないから、代わりに本来10しか伸びなくていいところを補う意味で14伸びたりとか、どこかに負担が寄ってしまうか、伸びない筋肉を無理やり伸ばすっていうところになるので、これはかなり怪我につながるリスクが高いと考えます。なのでベンチプレスだったらベンチプレスなんですけど、その種目をやることにおいて最低限必要な柔軟性をちゃんと獲得するためのセッティングとしてね、ストレッチは入念に行うっていうところは大事かなと思います。でまた体が硬いとですね、多関節種目とかやっぱりそのターゲットの筋肉だけじゃなくて、重量をこなす場合は、全身を連動して動かすっていうところにもなるんで、硬いと連動が崩れるので、その辺も重要視してるかなというところで、ストレッチをしっかりやろうという考え方になってます。で、静的ストレッチ、例えば、本来のやり方であれば、20秒以上1回伸ばして、緩めて、それを、3回とか4回とか繰り返すということで、柔軟性が徐々に向上するっていう考え方なんですけど、私はそこまでやるとさすがにリラックスしすぎて出力が下がるというところはあるので、10秒程度を2、3回伸ばして、ベンチプレスだったらベンチプレスの動作をやるときに、引っかかりがないというか、硬すぎて柔軟性が邪魔をしてない状態に整えるというところのストレッチを意識してます。で、例えばその日の出力を落としたくないという場合は、ベンチプレスをやらない日にちゃんとベンチプレスに必要な柔軟を日頃からやっておく、そして柔軟性が高まった状態をキープしておいて、ベンチプレスをやる日にはちょっと体を温める程度の柔軟で済むっていう状態を作れれば、一番いいのかもしれないですね。ただいきなりね、そんな柔軟性高めるのも無理だし、体硬い人はどうしても硬いと思うので、怪我をしない範囲の動きに違和感のない柔軟性を獲得できてない場合は、やっぱりベンチプレスをやる場合には入念にストレッチを行うっていうのは、僕はやっておいたらいいのかなと思います。その日その日の最大のパフォーマンスを上げるという意味ではストレッチしない方がいいかもしれないですけど、長期的に怪我せずにトレーニングの効果を積み上げていくっていう視点で見ると、過度にねどっかの関節に負担がかかるアプローチを繰り返すよりは、ちゃんと柔軟性を獲得するというところを優先した方がいいのかなという
考えです。で、あと柔軟性、じゃあどうやって見るのっていうところあるんですけど、どの筋肉が硬くて引っ張ってる状態なのか、であとは、ネットとかで調べてもらったらいいと思うんですけど、適正な可動域が取れてるかっていうところを、確認していただいたらいいと思うんですけど、もう一つは、例えばベンチプレスであれば、20キロのバーだけでベンチプレスのアップをしているときに、もうバーだけの重さでもすでにちょっとストレッチ感強く感じるなっていう場合は、やっぱり柔軟性落ちてるなっていうところの判断の指標にしているので、いつもよりストレッチ感強烈にかかってるなとか、ブリッジがいつもより低いなと感じたときは、一旦アップをやめて、もう一回ストレッチをやったりとか、マッサージ感でさらに丁寧に筋肉をほぐしたりっていうところのアプローチをやってます。今ベンチで言いましたけど、スクワットであれば、20キロのバーを担いだ程度でしゃがんだ時にボトムで突っ張り感が強く感じるかとか、その辺は僕の感覚的な、指標にしてる、今日体硬いかなどうかなっていうところの指標になります。アップの時点で例えばスクワットで棒だけでなんかちょっと突っ張り感強いなってなった時は、これが60キロ100キロと重りを足していった時には、柔軟性が足りてないのに重りの力で無理やり筋肉を伸ばしてる、柔軟性を獲得しているっていう状態になるので、やっぱりね、100キロ以上かけてその柔軟性を無理やり獲得している状態っていうのは、体調とかコンディションによってはもしかしたらボトムで一番筋肉が伸びきった時に筋肉が切れてしまう可能性とか怪我につながる可能性もあるので、軽い重量でもなんか今日は太ももの引っ張るなとか、お尻引っ張るなとか、なんかそういう状態にならないのをウォーミングアップ状態で確認して、で足りないようだったらストレッチを足してっていうところの考え方で、ストレッチを組み入れていけばいいのかなと思います。なので確かにストレッチを行うことで最大出力は下がるけど、トレーニングにおいて日々の積み上げとかっていう視点でいくと、ストレッチは私は入れる方がいいかなと思ってます。ただ自己ベストを狙うとか大会だっていう日はストレッチ出力が下がりすぎないようにちょっと抑えめにして、その代わり日頃からちゃんとその種目において必要な柔軟性は獲得するように備えておくっていうことも大事かもしれません。以上でね、最大出力がストレッチをすることで落ちることと柔軟性の考え方についてお話ししました。どこを優先するかでね、正解はないんですけど、日々トレーニングで積み上げていくという視点だと私はこう考えるっていうところのお話でした。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。